こんにちは。タロットティアラの霊視タロットチャンネルにようこそ。こちらのチャンネルは私タロットティアラがその時気になった人物や事件を霊視タロットで読み解いていくチャンネルです。そして今回のテーマは水原一平氏、賭博解雇問題の真相。大谷選手永久追放もあり得るのかこちらですね。連日大谷選手結婚の話題で祝福ムードでしたが、 突然の衝撃的ニュースが日本中を駆け巡りました今回はこのニュースを取り上げたいと思いますまず本題に行く前にこちらのチャンネルでは過去の未解決事件や最近のニュースなどにもがっつり深く切り込んでいく動画になっておりますどうぞチャンネル登録お願いしますでは見ていきましょう巨額の窃盗なのか大谷子 翔平さんの通訳を務める水原一平氏が巨額の窃盗の疑いで球団から解雇されたと21日に米メディアが報じましたこの事件はただの解雇では終わらないという問題がありますこの事件は FBI がカリフォルニアのブックメーカーを運営するマシュー・ボイヤー氏を捜査中に発覚しました大谷さんの口座から 坊や氏の関係者に総額6億7500万円の送金がされていたのです。水原氏の証言です。水原氏の証言。彼は二度とこのようなことをしないように私を助けると言った。将兵が賭博に関与していなかったことを知ってもらいたい。私はこれが違法であるとは知らなかった。この水原氏の証言によると、自ら 水原氏をを大谷君は助けた、肩代わりをしてくれたとということになります。しかしこの後、内容が変わっていきます大谷氏の弁護士が所属する法律事務所の広報担当者は我々は大谷が大規模な窃盗の被害者であることが分かりこの問題を当局に引き渡していると述べましたつまり大谷君は何も知らずに お金は勝手に盗まれていたものだったと弁護士は言ってるんですね。ここで水原氏の経歴をちょっと見てみましょう。水原氏の経歴、生まれは北海道苫小牧市、和食料理人の父が米国で和食店を開くため渡米。彼が6歳の時ですね。そして大学卒業後、カジノのディーラーの学校にも通っていたそうです。その後、日本酒メーカーのセールスマンも。そして、 2009年、ドジャースタジアムでの WBC の決勝戦を見たのが水原氏の天気になります。イチロー選手が延長でタイムリーを打って、スタジアムが湧いた時、侍たちと野球の仕事がしたいと言っていたそうです。運命を変えてくれたスポーツに泥を塗るという形になってしまいました。ちなみに、カリフォルニアでは違法です。 スポーツ賭博は米国内40州では合法だがカリフォルニア州では違法です水原氏はいつから賭博をしていたのでしょうか年収は7500万円ほどあった水原氏2021年頃ポーカーの場でボイヤー氏と出会い賭博に誘われます主に海外サッカーやカレッジスポーツにかけていたそうです2021年というとですね コロナロックダウン中で時間を持て余していた時期なのかもしれません。そもそも本人がカジノディーラーになろうとしていたあたり、もともとね、ギャンブル好きだったのではないでしょうか。ギャンブル依存症を告白です。水原氏はギャンブル依存に陥っており、沼にはまってしまった。負けをカバーするためにさらに大きくかけた、そして負け続けた、と語りました。では、 いつ大谷氏は知ったのでしょうか2023年に大谷さんへ告白2023年になって大谷氏に賭博での夫妻を告白します水原氏が一切の賭博をやめることを条件に夫妻の肩代わりをしてくれたというのが、ね、最初の証言です実際に9月10月に7600万円ずつ大谷氏からの口座 からブックメーカーカへ送金がありましたこれは去年8月頃の大谷さんの写真ですがこの頃はね新労もあって腕の故障が出てしまったのかもしれませんそしてアメリカでは大谷君へ疑惑の目が向けられていますアメリカでは大谷が第二のピートローズかという報道が出始めていますピートローズとは実力派の大リーガーでしたが 野球賭博にのめり込んでいたのが発覚して永久追放になってしまった選手ですここで今回依存症というね言葉を聞いてね思い出した人がいますフィリップ・シーマン・ホフマンですカポーティやザ・マスターハンガーゲームなどに出演する実力派俳優でしたアカデミー賞主演男優賞も受,して受賞しているホフマン 長年薬物やアルコール依存症に苦しんでいました家族を取るか薬物を取るか迫られるも薬物をやめられませんでした2014年2月ニューヨークの自宅アパートで注射器が刺さったまま遺体で発見されました死因はヘロインやその他薬物の過剰摂取自宅から20本の注射器と50袋のヘロインが発見されます 去年46歳でした。遺産は35億円あったそうです。つまり、依存症とはね、こういうことなんですね。依存症は脳の病気です。愛する家族や社会的信用や仕事などを失うと分かっていても、辞めることができないんですね。なので、大谷氏と約束したとしても、彼は辞められなかったのではないかと思います。 発覚した時点で大谷君も手を切ればよかったのかもしれませんまあ最初のね証言がね正しいんだったらですねはい依存症は専門の病院や機関にしか行かなければ治らないんですね気合とかね愛とかね慈悲の心では治すことができませんでは本題に戻って水原さんのカードを見てみましょう水原一平氏です 1984年12月31日生まれ正義のカードとヤギ座の悪魔のカードを持っています少し前に見たね桐島聡と,とね全く同じなんですね11正義のカードを持つ人は言語能力に優れているので言葉を使った分野で成功しますあの漫画家のね鳥島明さんも11でしたねコミュニケーション能力に能力があり 言語能力がありまさにね通訳っていうのは彼の天職であったはずですそして悪魔は上昇がが高く欲望が強い人ですその欲望をね上手に仕事に昇華させれば成功ができるしその欲望を悪い方に使ってしまえば悪の道に引っ張られてしまうのですでは今回見ていくポイントです 今回のポイント、大谷さんは負債を自ら肩代わりしたのでしょうかそれとも、口座からお金を勝手に移動されたのでしょうか大谷くんの永久追放はあり得るのでしょうかなどを今回はがっつりと切り込んでいきたいと思います。はい。では、本題に入る前に、前回とね、前々回のおさらいをしていきましょう。 前回、前々回、大谷君の結婚について見たんですけど、もう2回ともね、不穏なカードが出まくってたんですね。その時、パート1の時は、周囲、これ逆位置で出てましたね。祝福,祝福のムードが、こう、陰ってしまうということ。あとは、不安と願望の位置。てっぺんにいた人、幸福の頂点にいた人からの、 脱落転落という人が出てくるはい幸運の頂点にいた人が転落するというカードそして大谷くんの結婚をよく思っていない目上の人がいたこれがね水原さんだったのかもしれませんそして最終結果大谷くんがワンドの銃の逆大きなプレッシャーを抱えきれないという これがね、パート1の時に出た不穏なカード。そしてパート2のルノルマンカードでは、大谷くんの周囲にやっぱりね、良くない動物が出てるんですね。大谷くんは彼女を見てるんじゃなくて、こっちの目上の、目上の男性を見ている。自分のそばに、すぐそばにいた人。この人のことを、言うことを聞きすぎてしまう。 とということを指摘しましまたそしてこの人のことを言うことを聞き過ぎてしまうことで雲が陰ってしまうせっかくの成功に影が差してしまうというねお話をしましたで狐は何かをかすめとるという動物ですねはい前回と前々回に出てきた不穏なカードはもしかしたら水原さんを指していたのかもしれません では見ていきましょうまずは今回はね大谷さんと水原氏という感じで見ていきます大谷さんと水原氏の関係性大谷さんはどこまで関与していたのか夫妻を肩代わりをするということを自ら申し出たのかそれとも 口座からお金を勝手に移動させてしまったのかまさかね祝福ムードから一転こんなことが起こるとはまあでもちょっとね不穏なカードがね多すぎましたもんねまあ大谷君も そういういせっかく信頼してた人からの裏切りっていうか信頼が崩れたことで結婚しようって思ったのかもしれないですね本当に頼れる人が欲しいっていうふうにねそして今回見るのは大谷さんと水原一平氏です ていきましょうまず過去です。過去2人の間に何があったのでしょうワンドの2、聖地。これはですね、地球儀を持ってますね。世界に通用するような代理外になろう。世界に飛び出していこうというね、野望を抱えていた2人でね、その野望に、あの、彼もね、 うん水原さんね水原さんもこう応援したい一緒に応援世界に出ていこうっていうね力強い情熱が感じられますこの赤っていうのはね情熱を意味しますまさに地球儀を持って手に取る佇たずむ青年そこから一体現在どうなっていったのでしょうソードのエース逆位置これはですね 言葉の力を意味します。騒動っていうのは。言葉の力を逆手に取ると読めるでしょう。せっかくの言語的能力。これね、水原氏が持ってる剣ですね。その能力を逆手に取ってしまった。まあ、コミュニケーション能力が高いので、 大谷くんをうまく口車に乗せたのかもしれないですね。はい。とにかく言語能力を逆手に取ったということです。では、大谷くんは水原氏に対してどう思っていたのでしょう。セブン・オブ・ワンド。客一。これはですね、正一だったら有利な立場を表します。 逆位置になると不利ななな立場になってしまうんですね。なので最初は大谷君をこう崇めるみたい助ける崇めるみたいな感じで言ってたんだけど徐々に立場が逆転してしまったと考えられますね水原さんの力の方があの強くなってきたっていうか まあ、アメリカでね、右も左も分からない大谷君を指導するわけだから、ちょっとね、力関係的に、水原さんの方が上になっていってしまった。いつの間にか。水原さんの言うことを聞きすぎてしまった。っていうことがあるようです。立場が逆になった。いつの間にかね。では、 水原さんは大谷くんに対してどう思っていたのでしょう月。月はですね、不安を意味します。隠されていたものが表に出てくる。隠れていたこのカニがね、出てくるんですよ。不安に思っていたこと、隠したも,いたものが発覚してしまうというカードです。まさにね、隠していたんですよ。 隠していたんだね、これね。これは重要なカードですね。隠していたっていうことは知らなかったっていうことなんじゃないでしょうか。ではですね。何が二人の間で障害になっているのでしょう。チクス・オブ・アンド・セイチ。これは障害というよりも援助ですかね。 大谷さんの勝利、勝利の月桂樹、勝利を祝う仲間たちの力が、サポートが大きいので、結局、返り咲く、有利な立場に返り咲くことができるような感じがしますね。はい、サポートする、他のメンバー、まあ、それがね、税理士とか、チームの、 人たちとか、チームの監督たちとか、彼をサポートするメンバーが強い、と言えますね。では、水原氏の状況です。水原氏の状況。ページオブカップ聖地。これはですね、あのー、まさにね、お茶目な詐欺師って感じなんですね。<laughs> お茶目な詐欺師なんですよ。口がうまい。 か気を引きたいで今までずっとそういうお茶目さとか口のうまさとかで切り抜けてきたんでしょうね彼はね、はい、そして、まあ、正位一なのですごい極悪人ってわけではない感じがしますねただ悪魔のね 悪魔の誘惑への弱さ欲望の強さっていうのが出てしまったのでしょうはいそしてうんこれはちょっとあれですねもうちょっと後で見ましょうでは大谷さん大谷さんの状況です大谷さんの状況ソードの4逆位置これはですね 生地になると、あの、兵士が休息しているという意味になります。そして、このステンドグラスを見てください。ステンドグラスがあるのはどこですかそうです。教会です。教会にいる兵士は、あの、生きてるんですね。休んでるだけなんです。で、それが逆位置になると、いい意味になります。休んでいる状態から、 復活する元気が出てくるという意味になりますので回復してくる状況がね彼にとって良い,い方向に行き始めると読めるのではないでしょうかはいそして大切なのは神のねいる場所にね教会っていうね神のいる場所にいるんですよ大谷さんはねだから神のご加護みたいなものを 持ってるんですね彼自身ね運が強いっていうのと神のご加護がある守られると言えるのではないでしょうかでは不安と願望の位置には何があるのでしょう不安と願望の位置ですセブン・オブ・ソード逆位置出ましたね <laughs> これまさにね詐欺師カードなんですね 逃避を意味します。こっそりとかすめとって逃げるっていうカードなんですね。もしもこの、この事件で見るとしたら、見るとしたら、絶対ね、このカードがね、どっかに出ると思ったんですね、私はね。<laughs> 逃避する。こっそり持ち逃げする。そして、これが逆位置になると、なんとかして、 うだけ取っていくってていいくカードになるんですね。こっちの剣の方にフォーカスが当たりますなのでこれもあの逃避するっていうのは顔が右を向いて体が左を向いてでしょ言ってることとやってることが真逆なんですね逆一致してないなのでこの人のお茶目に こう切り抜ける詐欺師的な性格からしてもう嘘をつきまくってるっていう感じがしますね嘘をつきまくってるしこっそりと口座からお金を動かしたっていうのはっていう話の方がこう見るとね あり得る感じがするんですね。何せ不安で怯えてたぐらいですからね。はい。まあちょっとその先も見てみましょう。見てみましょう。では未来です。未来どうなっていくのか。ああ、デビル逆一。デビル逆一ですね。まさにね、すごいね。 水原さん自身のカードが逆位置に出ています。これはぜ、でもですね、逆位置の方が実はね、いいんですね。欲望から解き放たれるっていうか、この首元の鎖がね、取れていくんですね。なので、この事件によって、まあ、心を改めることができるのか、改めることができる。 頭を冷やすことはできるかもしれませんが、まあ欲望によって破滅する、してしまったのでしょう。でもですね、この悪魔のカードはですね、結局、この鎖でつつながれてたのは、大谷さんであり、水平、水原さん、水原さんなんですね。ずっとね、 強い絆でね、結ばれてたと思うんですよ。お兄さんと弟みたいな感じで。で、それの絆が逆位置になるっていうことは、外れるっていうことなんですね。鎖が外れる。縁が切れる。バッサリと。はい。縁が切れていくのでしょう。では、最終結果です。 キングオブペンタクル、逆一。おこれはですね、お金、お金を持つ男性。あれですかね。堂元のギャンブルのブックメーカーの人、ブックメーカーの、えー、っと、名前、なんだ メーカーの人がどうしてもお金を引っ張りたかったからこういうギャンブル好きで欲望のある水原さんをポーカーの場に誘い込んだポーカーの場からもっと大きいお金を引っ張ろうとしたなので黒幕は ブックメーカーのその人だったんでしょうね。誘惑したんでしょうね。大谷君からのお金を引っ張り出させようとした。はい。これはかなり計画的にされたのではないでしょうかね。水原さん。結局、水原さんを使って 大谷君のお金を引っ張り出そうとした黒幕ブックメーカーの人賭博のヤクザみたいなのねその人が計画的に誘い込んだでも大谷君は立場が弱かった弱くなってしまったいつの間にか立場が逆になってしまったんですね言うことを聞くようになっちゃった でも彼は水原さんはずっとバレたらどうしようっていうふうにヒヤヒヤしていただから信用を逆手に取ったんでしょうね口座を任せてたっていうのは本当のところなのではないでしょうかある程度の口座などを任せていたから 水原さんは上手に切り抜けてお金を引っ張ることができたそして大谷君はこうねだから最終的に永久追放はあり得るのかって言ったらありえないと思うんですね なぜならね、彼を守るチームっていうのが強いんですよ。すごい強い。し、彼も神に守られてるので、サポート、他の人、新しい通訳さんとかに守られて、結局はちゃんと野球の世界で活躍できるのではないでしょうか。そして、講座から、あ、彼大谷君がね、 それはないと思うんですねそれはないんじゃないか勝手にかすめとった水原さんがこのカードが出るっていうことはこっそりかすめとったいつバレるかわからなくてヒヤヒヤしてたはい この、これを見ると永久追放はありえないし、最終的には大谷くんは守られる。というカードが出ています。まあバ、バックにいたのはこの人物、ブックメーカーの人だったと思います。そして、大谷くんと水原さんの鎖、完全に切り離される。 と言えるのではないでしょうか。はい、このようになりました。皆様はどうお考えでしょうか。よろしければコメント欄にご意見、ご感想、およびリクエストなどもね書いておいてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。